デモステネスの共造演説をするデモステネスの絵。デモステネスは古代ギリシアの政治家、弁論家、アッティカ従大雄弁家の一人。アテナイの指導者としてギリシアショポリスの自立を訴えてハンマケドニア運動を展開したが叶わず自殺へと追い込まれた。デモステネスは紀元前384年にアテナイの富裕な商工業者の家に生まれた。しかし若くして、 父を失い、さらに後見人たちに遺産を横領された。その遺産奪回を図って、アッティカ従大雄弁家の一人イザヨスに指示して、弁論術を学び、やがて後見人たちを告訴して、彼らから全額ではないにせよ遺産を奪い返した。その後、裁判関連の仕事や自らが弁論術を指導することで生計を立て、徐々に当時の当てない政治にも発言を強めていった。 当時のギリシア諸ポリスはかつてのような一人、数との市民が武装して都市の防衛に従事する戦士集団としての性格をすでに失っており、傭兵に依存した戦争を繰り返すうちに市民共同体を維持していくという精神も損なわれていた。一方で、北方のマケドニア王国はピリッポス2世の下で強大化が進んでいたため、ショポリスの独立が奪われる危機に陥っていた。 こうした中で、デモス・テネスは反マケドニアの主張を掲げ、紀元前339年のアテナイ定媒同盟の成立にも尽力したのだが、翌年のカイロネイアの戦いで、アテナイ定媒同盟はマケドニアのピリッポス2世に完敗した。当時の世論はマケドニアに屈することに対して必ずしも否定的ではなかった。長期にわたるポリス間の抗争は人々を疲弊させており、 強大な指導者のもとで平和と安定を望む声もあった。デモステネスとほぼ同時代を生きた弁論会ソクラテスもマケドニアの交流に対してピリッポスの下でのギリシアの団結とアケメネス朝の打倒を論じていたし、デモステネスのライバルとも言えるアイスキネスはマケドニアの下にギリシアを統一すべしと得親マケドニアの立場であった。そのためデモステネスは 遊説を重ねたものの、ハンマケドニア運動の機運を十分に高めることは、できず、結局は、スパルタを除くギリシアのショポリスがマケドニアに屈服した。紀元前336年、デモステネスはピリッポス2世が突然暗殺されたことに、乗じて、再びハンマケドニア運動を起こすが失敗、亡命を余儀なくされた。ピリッポス2世の死後のマケドニアは、 新たに息子のアレクサンドロス3世が指導者として東方遠征を観光するなど指導力を発揮するが、紀元前323年にアレクサンドロスが熱病で急死した。この際にデモステネスはアテナイに帰国し、再度反マケドニア運動を展開し、アテナイはラミア戦争を起こした。しかし、マケドニア軍の前に鎮圧され、 マケドニアの追跡が迫る中で、服毒自殺した。デモステネスの弁論家としての名声は、非常に高く、共和成果で弁論に高い価値が与えられていた、ローマでもデモステネスの代表的な弁論、フィリッピカはよく読まれた。例えば、マルクス・トゥリウス・キケロは、マルクス・アントニウスを選手として球団する自身の一連の弁論に対し、フィリッピカの名を与えている。ありがとうございます。